二人いるんだったら勝てるじゃないですか。おい、すでになってる。これですよ、これ。エイドルは多分もう死ぬけど、ロリは生き残ってくれるんじゃねえかな。ちょ、もう妖鉄デモンと戦うわ。あいつの相手してたらもうダメかもしんねえ。多分無駄だよ。マイドル君はそれ死ぬよね。もう分かってる、それは。その武器に何仕込んでたの？さて、こいつに猛毒が効くのか。ダメージえげつない？ハゲル、ティコンなりとかもやっぱ攻略でも、計算の方がいいのかな？スタミナとかもろもろが変わるっていうのは、まあ分かってるんだけど。8ダメージ。全然効いてない。 DLC エリアにしてもさ、硬すぎじゃない？めくられてるからさ、やっぱ計算の方がいいんじゃないかな。悟ったかもしれん。ローリーも死んだ。私は草をもしゃるしかねえやな。ジャンプ攻撃がね、普通に強いんだ。さあ、多分削りダメージで石の回復がほぼなかったことにされるが、私はマラソンのおかげで大量に石を入手してるので持久戦するぞ。半分は削ってるんだから、まあ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 、逆に言えばね、ちゃんと削れてるってことよ。ここ半分まで削る実力はレベルのおかげでついたという。技量はともかくとしておいてね。削りがね、えげつなさすぎる。こいつ考えたやつもすごいな。2周目っていう、まあ、赤の炎から青の炎になるっていうのは、まあ、火力アップね、分かりやすいよね、こういうのは。まあでも、もうちょっとなんじゃないかな。あと59個石があるんで、私は負けない。ここまでに積み重ねてきたアイテム全て使ってでも貴様に勝つからな。ここを超えればよ、もうこの DLC エリアは多分攻略なんだよ。この先に道が続いてる可能性はあるけどよ、もうここのクソみたいなマップを通らなくて済むんだよ。私はそれが一番嬉しい。
そして本編じゃない DLC エリアってことは NPC のフラグとかも多分ないから、単純にあいつらはお供キャラクターだけだと思うんだよ。だから生き残りを考えなくてもいい。それも気楽です。私の意志はあと50。私の石はあと55個あるぞ。おい、勝てると思ってんのか。一生理事にし続けるぞ、このまま。なんだったら、おじいマラソンで、女神の祝福60個ぐらい手に入れてるからな。おい、全回復してもいいんだぞ、こっちは。あれがどれぐらいの速度で飲めるのか知らねえけどよ。ジリヒンの天魔と呼んでくれ。本当にジリヒンだ。負け続けている。一択一択、選択肢1回ごとに1回デバフがかかってる。マイナスを引き続けている。これギャンブルで勝てません。よし、でも勝てるでしょ。さすがにこれで負けたらもう恥だよ。ほぼフルハブ。スタミナはちゃんと回復して、振りをちゃんと見て、まあ一発でね、ちゃんと帰ってこう。これを見たら一回ローリングして離れたら多分当たんないんだ。あのアサルトアーマーみたいな攻撃、範囲狭いかな。全方位攻撃なのは確かな。さあ、本当に NPC2 人をさ、生きた状態で連れてきてたらさ、全損みたいな状態じゃなくて、ちゃんとまっとうな状態で連れてこれてたらさ、勝ってたよな、普通に。今頃多分ボンバリしてたよ。あそこで2発はちょっと欲張ったな。これでね、6番が外れるのがね、怖いよ。いや、でもあと2発分ぐらいかな。ちゃんと回復します。あと1発。はい、私の勝利。二度と来ねえからな。気にせず。何が出てくるのかな。マジ？きつすぎる。火力が高い。やーくそやろー。リアルマネー換算で40万ぐらいのステータスの装備が全部ゼロになった記憶あるか。あるで。全部ゴミにされたで。ガチャに今までの装備更新できるようなぶっ壊れアイテム入れます。わら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 マジで殺されたんだよな。お、当てないと最前線には戻ってこれないぞ。ちなみに当時21万課金して出ませんでした。あれが原因で私はラグナロクオンラインをやめました。
ちなみに他のアイテムは全て2桁出ました。唯一そのアイテムだけが出ませんでした。天井なんて存在しません。名前言ってるんちゃうぞ。ラグナロクオンラインに夢を見るな。真面目にやるか。真面目にやるかって言ってもさ、私今ちょっと季節性のアレルギーでさ、めっちゃ鼻がかゆいんだよ。なんか集中力が欠けてるのもあるんだよな、真面目な話すると。誰か私の鼻と鼻と取り替えてくんねえかな。シュッとして通った鼻です。ブサイクとは言われません。でもアレルギーがものすごいです。それだけ我慢して抗がんしてください。致命的すぎるかもしれない。花粉症に弱いです。ホコリにも弱いです。季節性のアレルギーもあります。鼻は死んでます。怖すぎ。やばい、ぐるぐる暴発した。クソが当たんのかよ今の。ちゃんと切れた。このタイミングで切れてもらってもな。エンチャントもかけれた。さすがにいったか。それ当たんの？やばい。怖い。もう。ラジクラブ最強か。あ、なんかナドラのソウルが手に入った。で、煙の騎士のソウルも手に入った。結局、くさびがないんですけど、それは大丈夫なんですかね。切るはず、光ってる。もうあからさまに怨念を、怨念をまとってる。何が起きるんですか一体。怨念が怨念。あー、記憶と同じパターンだな。ほう？召喚サインがありますね。あ、消してあろ！お前、消えたと噂のやつ。王様が消えたとともにどっか行ったとか書かれてたやつだろ、お前確か。説明文で読んだぞ、私は。強い。
近づいてくる。雷が効いているのかどうかはともかくとしておいて、まあ、攻撃は結構な頻度で当てられてる、まあ、味方も即死するかって言ったらしてなさそう。ちょっと2発目はカチカチしちゃうと暴発するな。ああ、エンチャントしてるのと大して変わんねえか。50程度しか伸びてる。これだったら使わなくてもいいかも。回復挟んだ。私もラージクラブの強さにちゃんと気づいてバッタできてるかなと。いいんだよ。なんかロックオンした方がいい場面ももちろんあるけど、せずにやってた方が、あーちょっとまずいかも。なんか人の血を吸って強化されてね、お前の武器。でもあと一発じゃない？あ、おっしゃー。イシャーロンのソウルだって。リジェネかけておいて、行きますか。この先なんか冬のエリアに繋がってるのしか知らないんだけど。そう、なんか、え？晴れてね？にて、遅かったなぁ！ロス、エス・ロイエスに踏み入るもの？去りなさい。古き混沌を恐れるのです。リタイに注意しろってことは、闇霊がこの先にいるのか。はぁ、変身系のやつなのね、じゃあ。あ、これだ。ローリングでね、壊れないのがね、擬態ってのはね、知ってるんですよ。行こうぜ、エリー。ほう、これさすがに死んだな。273。今当たる。全身からなんかオーラみたいなのを放つ技も持ってる。溶鉄拳はこれで耐久がもう終わるんで、お役御免で黒騎士体験に戻して。マジか、動きがまだいまいちわかんない。340。ラッシュ攻撃とはいえ炎が効いてるんだ。いやでもこれ盾もちょっと欲しいな。
削り切れそうだな。体にめり込ませたら、あの槍当たんないっぽいから。よし、いいぞ。あととどめさせ。終わり。王の子、あー、バナソウルと。わー、古き混沌ってやっぱりそうじゃねえか。騎士、騎士君、ここやっぱ、ここやっぱそうだよ。イザリスだよ。お前黒騎士装備じゃないか、お前もしかしてそれは。違うか。ロス、エスロイエスの騎士たちが燃えて、擬似的に黒騎士みたいになったってだけか。ちょ、やばい。ミスじゃダメだろ、これ。ちょ、一回ラジクラに切り替えて、めっちゃダッシュして、回復まずします。します。こいつら倒したらなんか落とすそうだからな。倒していきたいんだけど。するしかねえな。いやでもこれきついぞ。近接のやつから先に殺すのはそうなんだけど、追加でやってきてるんですよ。まあゆっくりやろう。苦戦はしても詰むとかいうことはないはずなんだ。都合よく避けるな。
持ってるやつ殺した方がいいかな。いやでも近接片付けないとな、邪魔されると思うんだよな絶対。ロイエスのソウル、ソウル落としたぞ。次もまたソウルか。焼けたロイエスも多分全部倒した。これでどうなるのか。おお、出てきた。なに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 、ここから強敵ってこと。ちょ、ルリエスのソウルとか確認したいんだけど。なんか出てきてない？白王さん出てきてない？めっちゃダメージ入る。やれば勝てるかも。そう、誘導してくるんか。ちょ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 、はぁ、それはね、私聞いてないかも。長くない？私味方なし。焼けたロイエスの装備。ですよね、絶対距離攻撃だと思った。タイミングが、いやタイミング分かるんだけど、周りの敵が邪魔すぎる。外しておこう。これちょっと無理かもな。
マジで周りのやつが邪魔すぎて、マジでうざい。勝てそうなんだ、勝てそうなんだけど、一歩ミスったらそのまま殺されそうだから。うぜえ、周りの敵が。いけるか、あと2発分なら多分。いけそうではある。あいつがエンチェかけ直さなければ普通に勝てそうではある。なかなかのクソゲーを強いられたんだ。まあ多分ミミックはないでしょって言ったらね。私がないでしょうって言ったそばからあるんだよ。もう一体の巨人倒せなかったのかな。うお、クサビ石と竜の化石3個ずつ。もう本気でビビった今。今ミミックじゃないと思ってマジでビビった。なんで今ダメージ食らったんだってなったもん。貪欲者ってことはこれダクソワンであったあれだ、ミミック装備だ。どうする？いいね。